はい。では、本試験解説いきます。問題2。介護保険の保険給付について正しいものはどれか2つ選べ。という問題で1番。制度創設後12年間で年度別給付費の額は第1号被保険者数の伸びと同じ率で増加している。制度創設後12年間で年度別給付費の額は第1号被保険者数の伸びと同じ率で増加している。というふうにありますが、これは誤りになります。 介護保険がでできたのは2000年ですねでその後12年間ということは、まあ、2012年と比較しているのかと思いますけれども、まあ、2000年当時の介護保険の給付費っていうのはこれは約4兆円ぐらいです4兆円ぐらいそれが2012年の段階では約9兆円にまでなっていますから、まあ、4兆円が9兆円ですので2倍以上になっているとですけど第一号被者数っていうのはそこまで伸びてないと第一号被者数っていうのはこれは高齢者さんの数っていうことですからね で高齢者数っていうのが2000年当時っていうのはこれちょっとピンときづらいと思うんですけど万万人人ぐぐららいいでした万人ぐらいそれが2012年の段階では3000万人ぐらいですから2200万が3000万ですので、まあ、数としては非常に増えているんですけど、まあ、率で考えた時には、まあ、1.4倍ぐらいですね1.4倍ぐらいになってますのでまあ2倍以上でしたよね給付費の額っていうのは。 ですけれども、被保険者数の数っていうのを1.4倍ぐらいでちょっと届かないと、及ばないということになりますので、この説問の1は誤りということになります。ではその次、2番、制度創設以降介護給付の種類は変更されていいな制度創設以降、介護給付の種類は変更されていない,い,ないというふうにありますが、これは誤りですね。 介護給付っていうのは要介護認定を受けてる人が、まあ、保険者である市町村から受け取る介護保険給付のことですね保険給付のことを介護給付というわけですが、まあ、種類としてはいろいろありますね。まあ許諾介護サービス費とかあるいは施設介護サービス費とか地域密着型介護サービス費とかですねあるいは許宅介護サービス計画費とかまあ細か,いこと細かいところで言うと許宅介護住宅改修費とか許宅介護福祉用具購入費とか、まあ、そういうようなものありますね。 でまあ保険給付、まあ、1割負担の部分の話を今1割負担とかあ1割負担ではなくて9割給付とか10割給付の部分の話を今したわけですけれども、まあ、そこには当てはまらないケースで言うと例えば高額介護サービス費なんていうのもありますねそれから高額医療合算介護サービス費なんていうのもありますしそれから特定入所者介護サービス費なんていうのもありますね、まあ、こういったようなものもあります。ですから、まあ、介護給付の種類というのはいろいろあるわけですけれども で制度創設以降で明らかに変わったところとしてはですね地域密着型介護サービス費っていうのがありますね地域密着型サービスっていうのは2006年度にできましたので介護保険がスタートした時っていうのはないんですねこれが今は介護給付としてあるわけですから、まあ、種類の変更というものはあったというふうに見れますねということで2番は誤りということになりますその次3番第一応費保険者1人当たり給付費の額には都道府県によって差が生じている 第一応表現者1人当たり給付費の額には都道府県によって差が生じているというふうにありますがまあこれはその通りで丸ですよね。都道府県によっても差がありますし市町村によっても差がありますし、まあ、それぞれ、まあ、地域によって差というのはありますよね。というのも、まあ、その地域によってはですね こ要支援要介護認定を受けている人の数ですねこれの差というのもありますし分布状況には差がありますしそれから認定区分ですね要介護1とか2とか3とか4とか5とかっていうですね認定区分にも当然ですねその分布状況にはばらつきがありますしまあそこで使っているサービスの量とかあるいは種類といったものにもばらつきはあるわけですねですから保険給付費の額にはまあ当然 このばらつきというものが、まあ、市町村ごとで見ても、都道府県ごとで見てもあるということになります。もちろん、それに伴って保険料の額というものもですね、まあ、ばらつきがあるということで、まあ、保険給付の一人当たりの額とか、保険料の一人当たりの額というものは、市町村や都道府県によってですね、ばらつきはありますよということですね。ということで、3番はその通りもあるということになります。その次、4番。要介護認定を受けているすべての被保険者は、保険給付を受けている。 要介護認定を受けているすべての被保険者は保険給付を受けているというふうにありますがこれは誤りになります認定を受けただけでサービスを使っていませんと保険給付を受けていませんという人はまあ結構な数いるというのが実際なんですね でこれは2015年ですね2015年の4月段階の統計になりますけれどもその時点で認定を受けている人、まあ、この場合は養子認定も含んでいますが、まあ、園養子縁要介護認定というものを受けている人の数というのは、まあ、大体600万人ぐらいいたわけなんですね。で一方でサービスを受けている人、まあ、これは許諾サービスや施設サービス問わずですけど、まあ、介護犬サービスを受けている人というのは500万人ぐらいだったんですね。 600, 人600万人ぐらい認定を受けていて、まあ、その中でサービスを受けている人は500万人ぐらいになりますので、まあ、約100万人ぐらいの人っていうのは認定を受けているだけで、まあ、何らサービスは受けていないという感じになっていたわけですね。まあ、サービスを受けていないということはもちろん保険給付を受け取っていないということになるわけですから、まあ、ここには差がありますよということですね。ということで認定を受けている全ての被保険者が保険給付を受けているというわけではありませんので4番はこれは誤りということになります。 その次五番制度改正により保険給付から地域支援事業に移行したサービスがある制度改正により保険給付から地域支援事業に移行したサービスがあるというふうにありますがこれはその通りで丸ですね二千十四年改正によって介護予防訪問介護や介護予防通所介護というのは地域支援事業に移行しましたね地域支援事業の中の総合事業というものに移行しました でもうすでに実施しているところもありますし、まあ、全市町村において完全に実施されるのは2018年の4月ということになりますが、まあ、既に移行しているところはあります。まあ、それから介護予防支援が地域支援事業の総合事業の中の第1号介護予防支援というところに一部移行しているというのもありますね。ですから介護予防支援の一部や、まあ、介護予防訪問介護や介護予防通所介護が総合事業地域支援事業の中の総合事業に移行したというのがあるわけですね。 ですのでそういうような実態というのはありますから5番はその通り丸となりましてこの問題の正解は3と5の2つが正解ということになります。繰り返します。3番第1号表現者1人当たり給付費の額には都道府県によって差が生じている。5番制度改正により保険給付から地域支援事業に移行したサービスがある。この2つが正解肢となります。解説は以上です。